さあそろそろ、後ろの相手を、まあ本体をね意識しないといけなくなってきた感じはありますけど、ベレオニーはやつに干渉はできない。あ、局者いける、ブレイクショットいけるぞ、ブレイクショットいけるぞ、ブレイクショットいけるんか。まあどっちにしろまずは、ローレンツでそいつ倒しましょうか。さあどこへ行こうというのかね。あっはっは全く似合わない。まあ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 、上から叩いてドンして、おお、いい、力、守備、速さ、いいね。 HP まで上がっちゃうと、で紋章石獲得したけども送りつけると、これで全部守ったんちゃうかな。なんかとりあえず奪えるもんは奪っちゃえみたいな、そういう精神で奪っていきましたけど、じゃあどうするか。レオに行けるところまでドーンと行って、でブレイクショットを打ち込む。借金返済、なんかシュールね。でデューンして、でちょっと待てよ、そこに叩き込むには、うわ強、攻撃下げててもこんなに効くんか。フライクーゲルだと持っていけると、おお、どうしよっかな、ここフライクーゲルで持っていくか、持っていってぶち破って、ぶち破って、ぶち破ってどうすんの。そこそこよ、そういうところよ。天帝の覇権でフライクーゲルと同等の火力なんですよね。あ、これぶち破ったらいけるか、いけるな、いけるわ、いけそう。じゃあここでフライクーゲルでぶち破って持っていきましょうか。うん、いくぜ、こんな痛いけど大丈夫、持っていっちゃう。で経験値おいしいして、斧がキラキラしてるが、これでそこまで動ける、そこまで動ける。で、もう反撃してこないので、反撃してこないんですよね。今完全になんか目つき変わったなみたいな感じがありますけど、ちょっと待てよ。とはいえ最高度でどうこうもできへんしな、1,2,3,4 までしか動けないもんね。ローレンツの場所が微妙、ローレンツの場所が際どいぞ、いまいちいまいちな配置になっているが、これで天帝の覇権で持っていける、確実に持っていけるならば、わざわざあれを使うまでもなく踊りましょうか。まず踊る、踊る、クックダンスして、で速さが上がる。でまあフライクーゲルで確実に持っていけるけども、クネヨの斧でも十分いいダメージ入るんですよね。21入る、21入るっていうことは35削れればいいんですよね。ほう、いいダメージ、じゃあこれで40、うん、いける。じゃあ反撃受けずに、あ、かわいそうかわいそう、切実みたいな死に方をしたが、拾いもんだ、拾いもんだ。さあ鉄の子っていらない、いらない、いらないけど、まあまあまあもらっておきましょうか。でトゥルルルルン、錆びてやり、送る、何になるかなあれは、楽しみで、ラファエル上切って、でこれなんか増援級に来たやれなんかされたら嫌やな、なんかちょっと寄せとくか。でリブロー、あ、ヒルダ回復しとこう。さあまあまあまあ、ぼちぼち回復して、
で相手ターン何もしてこない。じゃあ今ちょっと準備ターンでよろしくて、よろしそう、よろしそうならばローレンツ、ローレンツ経験値、まあまあまあ計略の使用回数は知らない。でレオニー待機経験値、うん、お装備品の耐久に回復、おいしいね、やったぜで待機する。鉄のコテ使えよと言わんばかりに出てきたけど、まあ送っとこうか。でローレンス回復しとくね。さあさあちょちょち回復して、で何かを拾う。鋼の剣士獲得、まあ送りましょうか。さあでこっからよね、弓兵が一番広いならばどうする、どうする、これ弓やもんな相手。やだなやだなやだな、なんかこの感じやだな。じゃあ、うん、どうせ反撃できへんもんな、反撃できへんもんな。弓兵ってちなみに力高いですか。攻撃25、あ全然効かへん。じゃあ釣るだけ釣っとくか。いや次のターン釣ろう。ちょっとこのターンはみんな集めましょう、集めましょう、集めましょう。で待機する。で右から崩していく感じでどうですか。ダメ？ダメかな。なんか右が今戦力的に熱いんで、雑に置いていく感じね。で左どうするかな。むしろ左どうするかなんですよね。右は先生一人で十分じゃないですか。左みんなで叩くか。君の移動は4ならば逃げ切れるんですよねラファエル逃げ切れるんですよね。いやちょっと待てよ、まあまあまあレオに再行動して、うんこんな感じ、こんな感じそうかワープがあった、ワープの存在忘れてたけども、まあ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 サイレスの存在も忘れていたが、まあ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 どうせ届かへんもんな。じゃあ相手ターン、これでまず右は動いてくるよね。で反撃できないところからチクチクとされる。ちょっと痛い、ちょっと痛いが来る。まあそうよね、ちょっと弓の対策が今正統派アーチャーがいないんでどうしようみたいな感じになっちゃっているが、来た、うん、そいつやっちゃえばもう弓で待機で十分な感じはするが、ちょっと待てよ、おっと右しか来ない、右しか来ないんすか。だったら右崩して左崩してみたいな、そんな感じでいいような気はするけど、こいつの範囲はまだ大丈夫で、何気に魔防そんなないんすよね。なんか気づいたら、気づいたら魔防そうでもないようになっていたんですけど、うん、じゃあまあラファエルで釣れるところまで釣るとして、待機する。で
おお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 うん、今のはなんだ、回復のやつか。なんか効果が3つぐらいあるんで、まあ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 、どれ出たっけみたいな感じになりそうだけど、じゃあクロードでやっちゃう準備をしとくか。ここ安全なのね。ああ、なんか意外と来れへんのかここ。あ、段差、なるほど、 OK OK です。じゃあっていうことはレオニーも通れないならば、こっちから攻めていくか。山はここ通れるし、やったらまあ後ろつけていく感じでいいような気はする。でヒルダ添えて、で魔法ぶっ放てるように配置して、リブローは、あー、いらないねこれは。リブローの回数あと何回だっけ。6回よね。ちょっとケチっとくか。一応ね、多分6ターンもかからんと思うけど。ああ、下がりながら打たれる、痛い痛いが。でその魔導士はローレンツに来るよね。で効かねえ。うん、まあまあまあ効かねえして、っていうか避けた。ぬほリアクションよ。大丈夫なの、分かってたやろみたいな感じするんですけど、あっとかわいそう。90ダメージぶち込む。で来るよね。来ますね。でそいつと殴り合いが、あれ、ミスった。これは華麗にミスったぞ。ちょっと待って。あら、もうラファエルの仕事終わった感じしますねこれは。じゃあこいつやっちゃうか。まずさあ、スン、オッケー。これしか取り柄がないんでね。まあ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 、強さこそ正義よ。やってしまって、ここ待機する。で、ほほ、仲良くしてますねこれは。ちょっと待てよ。接近するか。やり、いいね。うん、さあ柵のうち。いや武器経験値減るんだけど、ちょっと待って。それも柵のうちかい。まあ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 、柵のうちなんでしょうね。でそう、先生回復できるんだ。まあできたところでやけど、じゃあここ待機して、なんか拾う。宝の鍵いらないね。まあ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 、なんかそういう拾い物もありますよと。で、あー違う、これなんかあの前後逆転してるからすごい見づらいんだけど、これも入れ替えてくれたらいいのになっていう感じはするんですけど、まあ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 、じゃあ今度メトジェイさんが遊撃隊、これ何、吸収の系。おお、リザイアやん、マジか。ちょっと厄介。じゃあまずはそこでアーマーを、そこで突っ立ってるアーマーをぶち抜いちゃいましょうか。うおー、オッケー。努力の
量が違いますから。違いますからね、圧倒的ですよ。で、断り学を習得する。で、でよ、まあうん、ワンパン、さあワンパン OK、はい、やってしまって勝ちして、で乗せる、乗せて最高度、踊るよ、どんどん踊るよ。さあクルクダンスする。で接近戦、ああ十分。じゃあこれで持っていく。さあやっちゃえ、オッケー。で、ぼちぼち経験値いただいて、でまあラファエル突撃してヒルダ前出しとくか。特に意味はないけど、いやまあ意味はなくはないけど。でこいつにサイレスを使うと、するとラファエルは狙われなくなるので、まあ安全に戦えますよと。で相手ターン、さあ特にまあ相手は何もできない状態なので、突っ込んでくることもなく何もせずにおしまい。じゃあうん、魔法でぶち抜いてもいいけど、ひえ足んないか、パワー足んねえか。鋼のコテで持っていけるか。で先行ですよね、いける 100% 大丈夫。さあ先行パンチ、アーマーアタック、 OK しっかりとね。それなんかつけてない方が強いんちゃうラファエルもうその鎧でぶん殴った方がなんか強そうな感じはするけども、まあその辺はね、なんかよくわかんないけども、まあなんか使いたいらしいんで使ってくださいと。でちょっと待てよ、こいつがね、攻撃25ですよね。あ、魔防26ある。じゃあリシティアで釣るか。釣れる、そこまでいけるか。ちょっと待てよ、微妙なんで待機して、でそこで踊れば大丈夫か。いけるね、よし。じゃあここで待機する。で踊る、さあセイする。でそう、飛ばし方は今ちょっと頭の中空っぽになって忘れていた。でドーラでいいかな。ちょっと待って、攻撃40ですよね。まず高速が10に追撃は取れる。で 19×2 で持っていけますね。じゃあここでうん待機しますか。で錆びた槍拾う、まあ特にいらないけど、まあ拾う。で待機して、でそいつですよね。どうするこれ。ちょっと待って、まあ順当にいけば先生でするというところやけど、ちょっと待てよ、34なんですよね。攻撃力は一緒でも速さはあっちの方が高いならば、ちょっと待てよ、はあ軽くないかこれ。ちょっと軽い剣なかったっけ。待ってっていうかあれか、力高いから重さ関係ないのか。単純に速さ23マックスか。ちょっと足りないんだな。まあ耐えるけどね。紋章は、そうこういう時にない、紋章なし。う、違う。
ていうか毒の剣毒の剣か、なんか怖いもん持ってるけど、まあまあまあリザイアで待機かな。ここはどうせ追撃取られるもんね。追撃取られるならば回復しに行きましょうか。ちょっと待ってよ、攻撃24で魔法なんぼ、ああ14、うん、まあまあまあチラッと回復はできる。で物理で投資に行った場合、うん、防御10近く違うので剣持ってても大してダメージは変わんないならばリザイア持って待機しましょうか。でなんか強い武器持っとく？ない。強い武器持っとくかっこないっていう感じなんで、鋼の槍追撃ボカスか受けてなんか辛い思いをしそうやけど、うん、結構強いよな。やっぱ速さ高いってだけで結構強いから、これこれ、いやーダメージ通せる方がいいよな。お互いにダメージ低下やもんな。やったら待機して、さあおいでメトジェイ、メトジェイだっけ、メトジェイです。あ、抵抗するやつは殺していいのさ。めっちゃゲスっぽい。どうするつもりだ貴様。まあ計略ですよね。命中ゼロ、これはあれか、反撃を受けないためにわざわざそんなことをしてきたのか。うん、なんだおめえ。数が出てしまったか。待って待って、ノーダメージ、ノーダメージやけどこれ動けへんよな、動けないよね。ちょっと待って、おお右に来た、右に来たぞあいつ。ちょっと待って待って、めっちゃ怖いねんけど、なんなんこいつ。いや、やだーやだー、ちょっと待って。あーでもいける、全然耐える。っていうかローレンツ HP 高っ、53あるもんな。うん、ちょっと待ってよ、攻撃した時に威力が上がってるっていうことはなんだっけ、なんか持ってるよな、魔人の一撃的な、じゃあ鬼神の一撃持ってる？あれ？なんで？わからん、わからん、わからん、わからんけどなんか持ってんぞ。じゃあ、ここ天帝の覇権の使い時なんじゃない？いや、ちょっと待てよ。表層ぶち込むか。銃削れればいいんですよね。うぅきつきつ、弓打って退却するかね。うん、さあで退却して、でちょっと待って、ちょっと待って、君の行動範囲何マスなんだい、何マスなんだい、ちょっと待って、多分4、1234、ここが殴れる、もう一歩下げとくかね。5でした、下げてよかった。ここはちょっと待って、じゃあひょうそう、うん、もらったっていうかメトジェの方があれか早いから火力高いんかな。俺はあいつの命令に従っただけ。あいつの命令、天帝ちゃうわ、炎帝の命令に従ったと。あれ、ちょっと待って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 、ローレンツ下がれない、ローレンツ下がれない、ローレンツ下がれない、ちょっと待った、入れ替えるか、前に出すぞ。
先生で詰まらせてやるか。リザイアで回復しながら戦うとしてリブロ打てるもんな。うん、それでいいや。じゃあこいつはちょっと待てよ、拳届かない、拳届かず。じゃあそうか、ノーダメージやったけど動けへんのか。でなんか速さ落とされてんな。じゃあ魔法も落とされてんぞこれ。とりあえずドーラ打っていくか。さあま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 あ、この打ち合いは特に特にって感じですよ。でうん、確実にやれるけど、ヒルダが経験値あと90、レオニーも上がりそう。レオニー上がるな。レオニー上げとくか。ヒルダ強いもんね。いやレオニーも強いね。レオニーもヒルダもどっちも強いけど、ここはうん、レオニーでとどめさせちゃおうぜ。よーし、やった。うん、でぼちぼち経験値いただいて、さあうん、魔力、魔棒2連チャンいいね。でも美味しい。で待機して、でまあコリスティア回復して、で踊る、再行動する。でマリアンヌのリブローが、ちょっと待って、そこまで届く？届かん。届かないんです。届かないんですか？届かないんですか？届かないならば無理させへん方がいいよな、これ。2発は大変もんな。チャオはリザイアで回復すんのか。回復はするけど、するけど、ん？ちょっと待って。あれ？あ、追撃出るか。追撃出るならば、19食らったとしてもですよね。うん。まあ、13は回復するんですよね。っていうことは少なくとも31以上には HP はなるので、ならない、ならない、ならない。ちょっと待てよ。今が、今 HP 何ぼやったっけ ?37 やから、これで、これ何ぼなんやろ ?7 なんかな ?6 なんかな、それによって違ってきそうやけど、6やったとして、42まで回復するんですよね。で、ね、19食らうけど、威力15、4高い。なんか大丈夫かな。ちょっと待てよ、ちょっと待てよ。こういう時のぶちかめ足なのさ。あー、来た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 、これでええわ。じゃあまずはリザイア派遣でぶっ飛ばすかも。これ次何されるか分からへんもんな。やったら、うん、強い剣で持っていくか。ね。100パー命中。100パー命中。これ反撃でなんか変なん食らったりせえへんよな。でも破天じゃどうせ倒せへんから、ここはじゃあ天帝の派遣で。うん。チェックメイト。相手にしたくはなかった。ああ、まあ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 、できれば。敵にはなりたくなかったと。まあね、こんなキラッキラした剣持って襲ってきたら怖いっすわね。さあ容赦しないな、回復した。リザイアじゃなくてよかったね。でね、全距離反撃を持っているが、あ、かわいそうかわいそう、絶対回復やん、リザイアやんそれ。で倒してレベルアップ。さあとどめは先生よ、やっぱり。おお、いいねいいねいいね。うん、力と耐久伸びたんで非常に美味しい。
ん？ここまでのようね。あ。ん？ここまでのようですか？おいおい冗談だろ。炎帝はエーデルガルトだったのか。ちょっと待って、なんか遠すぎてよく見えないんだけど、そういうことですか？はあ。すべての文字席を守り抜きました。いや、このなんかあれですね、なんか説明空気読まないですね。サビの夢を獲得、どういうこと？ご褒美ですかこれ。しょぼいような気がするけど、あ、知識の補充ありがとう、これはありがたい。あ、で上級試験パス獲得。そんなことよりも炎帝の、これがあれか、タイトルにあったまさかのなんちゃらかんちゃらがどうのこうのみたいな感じですの？どういうことでも、何が目的でそんなことしに来たんですか？あら、ありがとうご。残念です、エーデルガルト。わー、炎帝や。その羽みたいな。プレスベルグの据えたるあなたが聖教会を裏切ることになろうとは。うん。エーデルガルトを切りなさい、今すぐに。マジか。この者はフォドラの最悪、主はこのハントが生き続けることを決して許しはしません。目的は果たした、引かせてもらうわ。おー、さようなら先生。次に会うとしたら戦場ね。このセリフがここで聞けるのか。キューベルト、あ、飛んでいった。どこへ逃げようともセイロス聖教会が総力を挙げて必ずあなたを捕らえます。おお。あなたはこの聖母を汚し、主を貶め、同胞たちを辱めたのです。でもあれですよね、もう正体がバレてるっていうことはそういうことですよね。その罪はたとえ煉獄の炎で焼かれようと、全ての血を流し尽くそうと消えません。ああ、もう徹底的にもうついえさせに行くぞと。上に戻り、今後の方針を立てましょう。今後の方針、ああ、うん、うん、皇女様個人に思い入れはないが、聞きたいことができちまったな。ねえ、何なんだい、まず炎帝って何なんだいっていうところから聞きたいけど、それは君の趣味なのかいっていうね。紋章石を力だと言った。ああ、あの石の使い方を知ってるってことだ。ああ、そうか、遺産があれですよね、なんか紋章がある人のみ使えるみたいな、そういう感じやったけど、そうでない使い方もできると、そういうことなんかな。俺の知らないフォドラの謎を他にも握ってるに違いない。うん。それにレアさんにも落ち着いたら話の続きを聞かせてもらわないと。ああ、今後どうするかね。そんな余裕があればいいんだがな。予感がするんだ。はあ、予感。歴史が動く。ああ。動乱の時代が訪れる。そんな予感が。そんな予感が。教団は、あ、フォドラを支配せんとする欲望のために教義を利用し、人々を欺いてきた。お？どういうことだい？どういうことだってばよ。かつて帝国を分裂させて王国を作り、ああ、王国を分裂させて同盟を生んだのもそうだ。ああ、そういうこと？それぞれの力をわざわざ弱めていったのも、あの、すべて仕切るため、中心で仕切るために、そういったなんか、あの、帝国の分裂とか王国の分裂をさせてきたと。それらは全て人々を争わせ、うん、民の安寧を脅かすことで、あ、我々の権勢を保つためだった。なるほど、争いが生まれれば、その争いを鎮める立場になれば、なんかレア様万歳ってなると、そう企んで、わざわざ分裂させて喧嘩させたと、そうおっしゃるか。女神に救いを求める人々の信仰心を利用し、はあ、金をかき集め、税を尽くす偽善者。そんな腐り切った組織なのかあれは。彼らはフォドラを導くことなどできない。ああ、
そんな信仰は打ち砕かれるべきだ。ああ、まあその宗教は正しくないよと。私は決断した。ああ。アドラステア皇帝、エーデルガルト・フォン・フレスベルグの名において、ああここにセイロス教団との開戦を宣言する。マジ？信じられん事態だね。状況を整理しよう。君たちが聖母から戻ったねえ、だってセテスからしたら何のこっちゃみたいな感じやもんね。なんか急にエーデルガルトがなんかもう暴れだしたぞみたいな、そんな感じですよね。でなんかただただ生徒が暴れるだけならばまだしも、生地権力者やから大変なことになってしまったと。アドラステア帝国がセイロス正教会と我らに味方する諸侯に対して宣戦した。諸侯に対してっていうことは、あれ木組に対してってことそういうことですか。我々も巻き込まれるのか。父を退位させると、自らが皇帝になったのだ。ああ、退位させると皇帝になったのだ。セイロス正教会こそがこの世の悪だとして民衆に呼びかけているらしい。偵察にやっている騎士が帰還次第、大司教を交えて対応を協議する予定だ。そんな、でもそんな大層なことになりますか、これで。それまでに君は生徒たちが動揺せぬよう見ていてやってくれ。ああ、まあ先生として、協議する予定だ。そんなすぐ帰ってこれますか。でも先生、皇女様、改め皇帝陛下もやりやがるな。ああいや、なんかやけくそ感ありましたよね王国も同盟も諸侯は鼻先に突きつけられたわけだ。ああ、正教会か帝国かの二択をさ。ああ、なるほど、どっちにつくかと。王国も同盟も鼻先につけつけられた。もともと火種はあったんだ。あっという間にフォドラを二分する戦乱に突入するね。ああ、帝国は不穏な動きをしていたけれど、まさかここまで大事になるなんて。ねえ急に仕掛けてきましたね。だってなんだってこんなこと。村のみんなは大丈夫かな。ねえ、故郷ね。うちはきっと今頃大混乱だよ。ああ。特に兄さん私を心配して大騒ぎかも。そんなことよりもあれですよね、国境付近やから。でもどうなんやろ、ゴネリオ家は反対側なのかな、帝国とは。ちょっとその辺が、そのパルミラの配置がどこなのか次第ですけど、なんかでもすごい被害受けそうな場所にはいますよね。私を心配して抑えかも。冷静になろう。まあ今ここで慌てたってしゃあないですからね。その通りだ先生。実家のことが心配なやつも多いだろうが、今の俺たちにできるのはせいぜいが戦いに備えるくらい。気を張っていこうぜ。白雲の章、古月の節、戦乱の幕開け。戦乱の幕開け。月明かりのさやけさを共に感じながら、人々は一年の終わりを思い忍ぶ。別れを惜しみ、出会いに胸を膨らませ、それぞれの道を歩いていく。徐々に濃くなっていく春の気配をよそに、空にはただ枯月が浮かんでいる。何かを象徴するように。どういうことや